そこの中に入れてください、中に。ちょっとすいません、熱いで脱ぎますね。いい中に入れて、ちゃんとイリュージョンだからね。水のことって本当にこれ本当にパワーですから。入れました、ギュッと入れて。ちょっと緩みすぎない、力がまず。シンポジウムみたいな、ロバートというねトリオですから、まあ僕はまあ一応まあその2人を抱えてる会社の社長というつもりでやってますからね。社長だったんですか。いや僕の中ではそうですよ、やっぱり。本当にお笑いというね会社を立ち上げてんのに、一人は料理人で一人ボクサーですから、途中マジで今この会社悩んでますよ、本当に。だからそういうことやってると他の芸人でも、3人でやるのもいいことですよね。いいと思いますよ。あいつらいいやつなんだよな。ずるくないかな、こんなあの T シャツやったのは、もうお面を忘れた時になんとかなれという、お面忘れてもできるようなことで T シャツにしたんですよ。身につけとけばいいと。でそれももう通り越すんで、もうちょっとすると、なんで最終的には本当にガッチリ梅宮さんの顔に整形しようかなと思ってそしたら忘れた時もその顔なんで。梅宮さんになりたいんですか。なりたいというか、お面を忘れた時になんとかなりたいんです。